はい、所沢整体院ココア院長の金勝です、本日も1日3分シリーズよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、腕を背中に回す、これをねやるんですけども、なかなか手をこう、はい、こうやって普通回ればいいんですけど、結構ね回せない人が多いんですよ。そうで、そこは何か原因かって言ったら、まあ、いろんな原因があるんですけども、そう、今日の一つお伝えしていってます。で、今日の原因は、まあ、胸郭筋、これ背中側ね、背中側の肩甲骨、わかりますか、肩甲骨、ここに、まあ、触るとこのボコっていう骨がこう横に走ってるんですけど、そのね、その真下の筋肉、この大きいんですよ、これが胸郭筋って言います。胸郭筋、この筋肉っていうのは腕をこう外に開く外旋っていう動きをする筋肉なんですけど、これが硬いと手が回れないんですよ、なかなか。これが一つの原因だと思ってください。で、今日それをやるんですけども、まず最初やる前に肩をこうやって動かしてもらって、あ、今日の動きや肩はどういう動きかな、どんな重さかなって言って、今度は実際にこれやってみましょうか。こういう感じでどこまで腕が回るかで、やった後自分でやることをお伝えするんですけども、1、3分ですけど、で、背中を触るとここに本当骨があるんですよ。さっきのこのこういう骨ね、この骨、これ肩甲骨っていうんですけども、骨ですね、触るとここにあります。私で、この骨に沿ってすぐ下押すとね、結構硬いんですよ。痛いと思います。私すっごい痛いんですけど、そこを押して、まあ最初こうやってマッサージしましょうか。押してちょっと痛気も、結構押すのに痛いから、痛気持ちいい程度ちょっとグリグリします。その時ね、痛いから力グッと入っちゃったらダメなので、力抜きましょう。抜いて押します。グリ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 します。痛気持ちいい程度にグリグリしてください。で、今度だいぶ慣れてきたと思ったら、そこ今度ね、痛いところを押さえます。押さえたまんまにして手をこう外に開き、内側、こういう動きをしてみましょうか。で、今度最後押さえたまんま腕を回してみます。今度前回し、あ、こう痛くなくなってきたと思ったら場所を変えてください。痛いところを押したまま肩回しです。前回しもいきます。あ、で、押すと、あ、痛くなくなってきたと思ったらまた痛いところを探してもらってやりましょう。これで結構痛いので、これは片方でいいかなと思います。だいたい痛いところって片方だと思うんですよ。で、あ、もうすごい軽くなった体、肩が。これがやってほしいことです。1日3分で、これはもう両方で3分じゃなくて片方で3分やってください。ゆっくりやってください。片方ね、やってください。痛い方、今日は痛い方かなって、どっちが痛いかなって言って、まあ腕を回してみたりして硬い方をやってみてください。はい、ぜひお試しください。胸郭筋本当に痛いですので、無理せずやってほしいと思います。はい、お願いします。で、まだ私の動画が登録できてない方はですね、まだお済みでない方はぜひここに顔がありますので、そこの顔を押してもらって YouTube 登録してください。で、私の動画は毎日1日3分シリーズをお伝えしていきますので、ぜひ登録してもらって見逃さないようにしてほしいと思います。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。